ツイッターで、はい、AKB の板野、うん、なんだっけ、友美、板野友美、うん、が、ツイッターやってて、俺のことフォローしてたの。これ覗いてんなと思って、うん、俺もフォローし返したのよ、うん、ね、うん、でそれでまあやってるじゃん。そうするとさ、 AKB の熱心なファンの人がさ、うん、気づくわけよ、うん、あれ有吉伊沢フォローしてんなっつって、うん、あれ待ってよ、うん、じゃあ小島春菜が一緒に番組やったからフォローしてるのかな、してねえな、うん、っていうので、うん、有吉さんこれは何かあるんですか何か裏があるんですか、小島さんと仲が悪いんですか、僕は伊沢さんのことを推してるんですねとか何なんだそれ俺もそろそろツイッターやめようかなと、ブラマヨの吉田もやめたみたいだし、あそうなんだ、うん、なんかもうやめようかな、もうそんなやつらが相手と、俺もバカ相手にはしてないんだけど、それがちょっとでも自分の目に入ってくるのが嫌なんだよね。まあまあね、うーん、バカバカしいな、勘ぐってくるんだろうね。あとあれミザリーまだ続いてるしね。あそう、ミザリーまだ続いてる。あいつこんなことを言ってました、はい、テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなど、うん、有名人が調子をぶっこいて話していたことをチクってもらう企画です、はいはい、ラジオネームとびこ、うん、有吉さん、僕のフィアンセこと板野友美ちゃんがツイッターで最近ずっとローテーションとちょっとブルーなことをつぶやいてました、うん、友人大丈夫だよな、だってこの間ツイッターで報告したように俺はいつだって友美の味方だし応援しているし結婚する約束忘れてないからな、俺に会えないからローテーションになっちゃったのもよくわかるよ、そういえば友美はシャイだから俺のことブロックしちゃったみたいだけど大丈夫、テレビとかでカメラ越しに俺に向かって微笑んでくれてるのわかるし、 AKB の歌に出てくる君っていう言葉は全部俺に向かって歌ってくれてるんだもんな、今度の握手会でデートできるの楽しみにしてるよ、手のひらからたっぷり俺のエキスを送ってあげるからね、怖いよ、怖いって、もう怖すぎるよ、とびっこさん、だからもうとびっこさん事件の匂いするよそれ、事件の匂いするイエローです、イエロー出ましたね、とびっこさん久々にイエロー出ました、ラジオネーム味噌塗りランドセル、有吉さん、僕の自慢の妹吉高由里子ちゃんが気持ち悪いな、有吉さん、僕の自慢の妹吉高由里子ちゃんが映画僕らがいたの初日舞台挨拶に出席し、客席に向けてこんなことを言っています、お客さんお席も満席のようで目ん玉何個こっち向いてると思ってるんですか、だいぶ緊張してますね、由里子緊張しながら舞台挨拶よく頑張ったな、お前みたいな立派な妹を持ってお兄ちゃん誇らしいぞ、この前ゆり子ちゃん宛てで事務所に送った手紙は読んでくれた全然返事送ってこないけど忙しいから仕方ないよね、一緒に送った手作りのミックスジュース飲んでくれたかな、僕らは血がつながってないけど心の中ではずっとつながってるから安心しろよな、それじゃあ今度お兄ちゃんが緊張ほぐすおまじないしてあげるよ、また通用口で声かけるからそんだけよろしく、怖い怖い怖すぎる、もう怖い怖いわ、気持ち悪いから俺もやっぱりミザリーにこんな感じで言われてますから気持ち悪いですけどね、かなり、はい、これに締めるか、ラジオのとびっこ、あゆさん、僕の新しいフィアンセこと小島春菜ちゃんがツイッターでこの時間はラーメン食べたい、もうすぐ有吉系 AKB 共和国だよ見てねとつぶやいていました、春菜23歳は性的ホルモンの分泌が抑えられない年頃だし、ブス出荷量日本一の埼玉が生み出した数少ない例外という重責に押しつぶされそうなのもわかるよ、だからって俺の極太縮れ麺と特製パイタンスープを飲みたいだなんて公共の場で書いちゃダメだぞ、あと仕事を忘れてテレビの収録中カメラに向かって俺にばっか微笑むのやめちゃいな、共演してる有吉さんは俺がすげえ尊敬してる人なんだから迷惑かけちゃダメだにゃん
周りに気を使って春菜は俺のことブロックしちゃったみたいだけど俺は春菜の味方だし春菜も俺のことを好きでたまらないのは伝わってるよ。今からハルニャンのために大好きな白濁濃厚スープ仕込むよ。じゃあね。やべやべ。怖いな。怖いです。でも松崎こういうタイプだろ。いやいやいや。そういうことしないの？いやなかなかあのそういう実際の女性にはやっぱりいけないですから。あれなんじゃないの？漫画の声優さんとかの。架空のものに送ったりするんじゃないですか。もう僕からはメッセージ送らないです。送らない。あの僕という存在が、うん、やはりあの向こうの目に見えてしまうと申し訳ないっていう気持ちがやっぱりあるので、うん、だからあの返信とか黙れ変態気持ち悪いなバーガーよFM さん、イムスカの弟。アリュさん、こび売りの少女こと、小島春菜ちゃんが、ツイッターで、大統領、お誕生日おめでとうございます、とつぶやき、またもやこびを売っていました。お前な、こび売りすぎだし、大体テレビのキャラをいつまでも引っ張ってんじゃねえよ。アリュさんは大統領も軍人ロックスターとかいうセンスのねえ異名も、すべてキャラなだけで、本当の姿というのは、38歳独身、少し強がりなド M のおじさんなんだよ。分かったんなら次の有吉 AKB の16でムチで尻叩いてやれ。声を出して喜んでくれると思うぞ。情報量は陰謀3本でいいからな。じゃあな。否定されます。いやなんかこれ篠田麻里子が、なんか誕生日、有吉さんおめでとうございますみたいなのを返した。はい。それでなんか AKB の話で有吉さんなんか、篠田麻里子がそういう風に言ってるの無視ですかみたいなことまた言うから、ちょっと面白そうだから、じゃあありがとうございますみたいなのを送り返した。はい、さあ当分して小島春菜もなんかこうやって書いたんだけど、俺も全然気づかずにまたシカトしちゃってまたちょっとなんか篠田は相手するのに小島は相手しねえのかよなっちゃいますよね。よくわかんないのが気になるんで関係ないんですけどねラジオネーム車さん吉。はい。やるゆさん、僕らの最近のおかずこと夏目みくちゃん。怒られるぞ。僕らの最近のおかずこと夏目みくちゃんが自身のラジオ番組夏目みく東京ナビ月中において、このクソ番組とほど遠いおしゃれで流れるようなオープニングトークを披露し、有吉さんにお誕生日プレゼントを渡したことを話していました。こんにちは、夏目みくです。今は天気いいですけど、この後雲行きが怪しいようですよ。そうそう、雲行きが怪しいといえば、私と有吉さん、今週実は有吉さんのお誕生日だったんですよね。どうせあげなくてもわーわー言われるでしょ。そしたらもうお金で解決しちゃえと思って、今年もあるものあげちゃいました。さて何を差し上げたのかは、また怒り浸透をご覧くださいね。以下、しらじらしく有吉のオールナイトニッポンゴールド番宣。けっ、クソが、クソまんじゅうが、夏目ちゃんからプレゼントもらってんじゃねえよ。ああ、羨ましいな、羨ましいな。あれさ、俺も美人で髪型がちょっとファンキーな女子アナからお誕生日コンドームもらいてえよ。やめなさいよ。やめなさいよ。何を言って、何のことなの？妬んでますね。いや、お誕生日プレゼントまたもらって、あの、去年ももう、もうやめてくれと、もうお誕生日プレゼント渡すのは。はい。なのに、夏目ちゃんニヤニヤしながらお誕生日プレゼント持ってきたんで、それはもう、あの、番組内でもちゃんと処理してますんで、正直。あの、これはもう本当に、ぜひ、怒り浸透をご覧ください。ラジオのペケミニ。はい。有吉さん、OBJ48 の不動のセンターこと、小栗旬の便所やりちんがドラマ、リッチマン・プア・リッチマン・プア・ウーマンの制作発表で、俺の石原さとみちゃんからこんなことを言われ、ヘラヘラしてやがりました。小栗さんはまあかっこいいですね。服が似合うといった見た目もそうなんですが、ふとした瞬間の笑顔も素敵で思わずキュンとしちゃいました。こんな可愛い子にこんなことまで言われてよ。顔もスタイルも抜群で随分いい星のもとに生まれたな、小栗さんよ。俺みてえに AV 借りては返すような生活を送ってるような男とは、見てきた景色もさぞかし違うんでしょうな。ああ、こんなことならいっそ花にでも生まれてくりゃよかったよ。そうすれば黙ってミツバチが俺のおしべの花粉をめしべまで運んでくれるんだもんな。ミツバチさん、
俺の花粉をアキラエリーちゃんのめしべに受粉しておくれ。バカなんだね。お前が花に生まれ変わってもすぐ枯れるぞ。あげるけどね。パン。FM は青森レッツゴーマンビジーナ。アリオさん、竹内優子の一生の不覚こと中村獅童のポコチン野郎が一日限定のラーメン店をオープンし、また調子に乗ってやがったようです。現在11歳年下の元読者モデルと付き合っているらしいのですが、彼女と海に来るんですかと質問され、彼女と一緒、どの彼女かなとはぐらかしてやがりました。どの彼女だ、お前今何人と付き合ってんだ。ちなみにな、俺は7人と付き合ってるぞ。毎日デートもしてる。ゲームの中だけどな。悔しい悔しい悔しい。おい、聞いてるか、しの今夜は荒井瀬に竹内優子をおかずにしてるからな。ほら、優子のパンツ抜かすぞ。おい、はい、脱がしたー。しの、黙りろ。悲しいな。悲しい。いやー、いいですね、うん、あげましょう。ラジオのとびっこ。ボクシングで金メダルを獲得した村田亮太選手がインタビューで座右の銘を聞かれ、高校時代の恩師からアドバイスされた、努力したからといって必ず報われるわけではない、でも努力しないと報われない、うん、という言葉を挙げていました。おい高橋みなみ、お前が偉そうに口走ってた努力は必ず報われると比べてどうだ、全然深みが違うだろう。そもそも努力が必ず報われるんだったら、なんで俺は入れ上げたキャバ嬢を毎日のように指名し、同伴アフターも付き合い、給料貯金はもちろんのこと、消費者金融やカードの現金枠まで利用して努力したのに、報われるどころかキム客として出禁食らってるんだ。分かったら、こじはるの妹は言わないから、飲みかけのペットボール元ロシキューしろ。最悪だ。あれよ、終わり。さあ、続いては地球兄弟です。じゃないよ本当に。宇宙兄弟のキャッチコピー、リフトオフ。この言葉を文章の最後につければ何でも OK というコーナーです。参りましょう。ラジオ長寿ギガジャクソン。小島春菜の家に落ちている陰毛を採取すべく、マンションの外壁を登るロボットを作り、窓の鍵を開けるためのロボットを作り、窓を開けるためのロボットを作り、陰毛を探すためのロボットを作り、見つけた陰毛を手に持ってベランダから飛び降りる窪塚ロボット。お前が行け、もうこうだったな。お前行って捕まえや、あいつに手間かけるな、本当に。あげるあげる。本当にねえ。ラスト、ラジオ中介。小島春菜の陰謀で作ったひじきをヤフオクで販売したら3分で完売したが、後から小島春の味が活かせていない、いや小島春の陰謀が7センチもあるはずない、などのクレームが絶えなかったので、詐欺と言われる前に海外へリフトということで。やめろ、詐欺ばっかりやりやがって。続いて、あいつこんなこと言ってました。テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどなど、有名人が調子をぶっこいて話していたことをチクってもらう企画です。ラジオに長寿ギガジャックス。有吉さん、性に奔放なフリーターこと大島優子ちゃんがブログでこんなことをやっていました。ことじゃねえんだ。ことじゃないっすね。 AKB の第二章か、とにかく楽しみます。第二章って今から第二章なのか。俺は秋元才加が週刊誌ですっぱ抜かれた時からが第2章だと思ってんだけどな。そういえばあれから秋元才加どうなったの、元気にしてんの。握手会で可愛いって言えば喜ぶらしいから、今から言ってやらせてもらおうと思うんだけど、どうかな。下世話のみんなも行く。行くなら今すぐ作戦会議しようよ。有吉さんも参加の有無確認させてください。よろしくお願いします。事務的な。逃げませんよ。いかねえよ、バカ野郎。急にパン出なくなるな、この人。そうですね、急に出なくなる。バカバカだ。ラジオの三平。有吉さん、頭部に性器を持つ新種の魚がベトナムのメコン川で発見され、
スミソニアン自然史博物館の魚類担当学芸員リン・パレンティの野郎がこんなことに言ってやがりました一見可愛らしい小魚ですが、体の作りは非常に複雑です。実は彼らのように頭と頭で性交渉をした方が効率がいいのです。おいパレンティ、それマジかつまり頭にポコチンつけた方がセックスできる確率が上がるって話だな。了解、今すぐナタでチンコ切り落として眉間のちょっと上にくっつけてみるわ。有吉さん、もし手術が成功したらラジオネームを一角獣に変えます勝手にしてください勝手にしてください本当ラジオネーム一角獣で来た時も俺そんなビビらないもう成功したんだな本当にもういい気にするねえ、ラジオの長寿ギガジャクソン有吉さん、東京万博おっぱいの塔、東京万博おっぱいの塔こと木村沙織さんがブログにこんなことを書いていました皆様はじめまして、女子バレーボールの木村沙織です。今日からトルコに行ってる間だけ期間限定でブログ始めてみることになりました。あ、おっぱいちゃんおはようございますブログ始められたんですね。沙織ちゃんのことだから僕のことも知りたいよね。もちろんいいよ。僕はね、女の子が大好きでね、職場におっぱいの大きい女の子がいるんだけど、君にすごく似てるんだよ。仲良かったのに突然その子は僕の背中を思いっきり蹴ってきたんだよ。死ねえクソハゲってどういうことなんだろうね。サルちゃんひどいやつだよ。でもおっぱいが大きいから許しちゃうよ。それじゃあ次は君のEカップの番だね。おじさんをエッチな気分にしたらサルちゃんの勝ちだぞよくわかんないねおじさんだったのかよ。FM 山口ナスビマン。有吉さん、サンドリは嫌いでもゲスナーは嫌いにならないでくださいでおなじみ前田敦子ちゃんが自身のフォトブック発売イベントで好きな男性のタイプを話していました。頭がいい人がいいです。映画を一緒に見てちゃんと理解して意見を話し合える人がいいですね。有吉さん、あんたに負けたよ。知的だし映画も見てるし正直かなわないと思ってるよ。だから俺らの代表として結婚してやってください。なんてな。おいゲスラのみんな捜査を立て直す。今すぐ全国の映画館を封鎖。ゲスラと前田敦子以外の人間を一歩も通すな。そして各自あっちゃんが好きな映画の調査を開始。俺らの中からこの山は絶対取れるぞ。映画館に入る時の合言葉はデンデンだ。みんな現場に急行だ。はね。踊る大捜査線が始まりましたね。ちょっと影響されてる方がちょっと多いみたいです。なんでデンデン。ラジオ三平。有吉さん、スパのウェブサイトにスパのウェブサイトに。プリッケツプリンセスこと前田敦子さんに対するアラサー女性からの応援メッセージ掲載されていました。国民的アイドルでもあんな風に泥酔しちゃうんだなと共感しました。気取ってる感じがして好きじゃなかったけど一気に好感度が上がりました。やかましや、てめえら全員人気者の欠点見つけて喜んでるだけのゲスババだろうが芸能人の失敗談を逆にしてくせえ酒飲んでんじゃねえよ。そんなクソまみれの優越感なんて犬に食われろ。ちなみに俺はな、芸能人の欠点を無理やりえぐり出して日本一ゲスなラジオに投稿している最低なゴキブリ野郎だ殺すなら殺せクソババ勇気があるね。男らしいよね、サンペあげちゃう何があったんだろう。FM 群馬共同のドブガエル。AKB と合コンしていたゴミクズイケメンこと広瀬大輔の野郎がブログでこんなことどんな事情があったにしても誤解が生まれるようなことを招いてしまい、たくさんの方にご迷惑かけてしまいました。本当に本当に申し訳ありませんでした。バーカ、お前何謝ってんだよ。お前ただ合コンしてただけだろ。謝罪が必要なのはアバズレ女どもの方なんだよ。黙ってろバーカなんだこれこれイエローですね。はい、警告ですね。はい、でもまあ取り消します。あれ何イエロー出そうだよね。いや今日結構荒ぶってますよ。台風のせいだかどうか知らないですけど、台風のせいと、まあ、先週のトップリードの放送のせいみたいな、あれみんなリスナーが荒ぶって見える感じでしたね。
まあでもね、今回でまあアルコ&ピースでまあみんなクールダウンするでしょ。いや、そう。なっちゃう。なんすか。ラジオのペケミニ、機動戦士ガンダム、機動戦士ガンダムとのコラボで大ヒットしたザク豆腐の第2弾、鍋用ズゴック豆腐の発表会にて、私も日頃から豆腐を食べていますが、このズゴック豆腐は見た目もすごく可愛いので、豆腐売り場に行くのが楽しみになりますね、と、ディックドムみたいな体型の磯山さやかちゃんが言っていました。おいおい、磯山さんよ、せっかくローハーで磯山もんが定着したっつうのによ、猫型ロボットからジオン軍のモビルスーツに勝手にくら替えしちゃダメじゃないか。そもそもさやかちゃんが食べるのはズコック豆腐じゃなくて、ビグザムトンカツでしょ。ほら、ダイエットに励み上がるグラビアアイドルともにこう言ってやんな。くびれ、細い二の腕、細い足、そんなもん、あえて言おう、カスであると。痩せこけたグラビアアイドルにチンコなんて何つかバカ野郎。さあ、今夜もリバウンドしたさやかちゃんのグラビアで、アムロ、行きます。うわぁ、よくできてます。素晴らしい。励げましょう。パン。メニューはアギナーマイク。親愛なる有吉さん、今週一般の方ではありますが、僕の永遠の性の対象こと女子高生の人がAKB の握手券を1000枚購入し、柏木由紀ちゃんを50分ばかり独占したというニュースがあったそうです。まんじゅう有吉さん、いや高級まんじゅう有吉さん、この記事から最新の数学技術で計算したところ、有吉さんの5億円を使えば260時間、つまり10日余りアイドルを独占できることが判明しました。有吉さんの5億円と45歳無職の僕の暇な時間をもってすれば、このミッションインポッシブル楽勝です。気になるお相手のアイドルですが、 AKB 次世代エース松井ジュリナちゃん15歳なんてどうでしょうか。ジュリナちゃんは僕の3分の1しか生きてないのに、とてもしっかりした子で損はないと思えない。ハリウッさん、来たる日に備え、今月も仕事を探さず、僕は今から仮眠してきます。ご検討もよろしくお願いします。乗った。乗っちゃダメです。乗っちゃダメです。バカ野郎。すっげえな。1000枚だと100万円ぐらいっていうことですね。160万円。ああすごいね。さあ続いては地球兄弟です。はい、リフトオフ、この言葉を文章の最後につければ何でも OK というコーナーです。はい、参りましょう。 FM 投げのパブリチェンコ。ヤフオクにコジハルのパンティーが1000円で出品されていたので即決で購入。後日5、60代のものと思われる加齢臭が染み込んだベージュのヨレヨレパンティーが送られてきて顔面蒼白。元を取らなきゃと思い具足を握るもピクリとも反応せず、涙目で非常に悪い出品者ですボタンをリフト。評価するんじゃないよ。買ったマグダムなの。まあぐらいですかね。はい、はい、続いてまいりましょうか。はい、はい、あいつあんなこと言ってました。テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどなど有名人が調子をぶっこいて話していたことを作ってもらう企画です。FM 宮崎魂安家臣、有吉さん、天使から争いをなくすために送り込まれた地球の宝こと本仮屋ユイカちゃんが NHK のドラマそこをなんとかのインタビューでこんなことを言っていました。今は法律用語にすごく敏感になっていて、先日もマネージャーが1時半ですって言ってるのが示談ですに聞こえて、え、誰の示談ですかってかっこ笑い。ユイカちゃんは可愛いな、もうショートケーキの中にぶっこんで食べちゃいたい。でもユイカちゃんと俺の恋愛はまだ始まったばかりだから、それはまだ早いよね。分かってる分かってる。とりあえず現在の俺の彼女新垣ユイちゃんと別れて綺麗になってから会いに行くね。ユイカちゃんは今撮影で忙しいだろうから、ロイヤルゼリーとかたくさん買い込んでいくからパンティーと交換してね。
ゆいかちゃんの綺麗な瞳に俺だけが映る日が必ず来るから、その日のことを想像しつつ今日も吉高由里子ちゃんでオナニーだ。じゃあおやすみ。いやこれ異次元なの。ラスト FM 山口なすびます。私は伊藤秀明が嫌いです。私は人ごめんなさい、私は伊藤秀明が嫌いです。で大人気の大島優子ちゃんが、後輩からお尻の形をした桃の写真が送られてきたのに対して、自分の胸の写真をお尻に見立てて返信したと言ってました。おい優子ちゃん、全然メール来ないけど、この前握手会の時に俺が早口で言ったアドレス聞き間違えたのかい？そんなはずないよな。だって着ていた T シャツ、かぶってた帽子、首から下げてたプレート、全部にアドレス書いてたんだぜ。まあ仕方ない。今から言うからしっかりメモするんだぞ。ゆうこ、ラブ、アットマーク、パンティドットコム。ゆうこ、ラブ、アットマーク、パンティドットコム。おっぱいの写メ、待ってるよ。以上です。宮崎ラブ稽古。あゆうさん、AKB ファンに叩かれても別に、いっさ、ごめんなさい、AKB ファンに叩かれても別にいっさ、こといっさの野郎が、舞台で共演して AKB48 のメンバー、増田ゆかさんとのお泊まりデートを報じられてやがりました。おい、やりちん花ピアス野郎。お前な、俺の大好きなユッタによくも手を出しやがったな。ユッタはな、AKB とは言っても決してテレビの露出が多い方ではないが、歌もダンスもダントツでうまい、将来有望なアーティストなんだぞ。アビルとかいう万引き女とのハメ撮り写真が流出するようなお前と違うんだよ。そんなお前を許してやる方法が一つだけある、うん、お前家に泊めるぐらいなんだからユッタのアドレスとか知ってるんだよな。今から俺のアドレスを教えるから、ユッタのアドレスをメールで送ってくれ。そしたら許してやる。俺のアドレスは、ラブラブユカちゃん、ラブユカちゃん、アット、ファックタパンプゴキブリ。12月で、AKB を辞めるそうなんで。恋愛解禁になったら、前田敦子と俺と一茶先輩の4人で合コンでもしましょうね。じゃあメール待ってます。ラブラブユカちゃん、ラブユカちゃん、ファックタパンプゴキブリ。相当綺麗だ。すごいな。あ、そのギャップがすごいですね。感情の、ラジオの北別府有吉さん、10人トイレごめんなさい、はい、有吉さん、10人トイロの性欲にも対応する国民的オナペットグループこと AKB48 が24日から27日の4日間、6時から9時にわたってシングル曲を1日25曲ずつ発表し、人気曲ベスト100を決めるイベント、リクエストアワーなる超絶うちわお遊戯会を開催してやがります。おいゲスナー諸君、このイベントは AKB ファンにとっては1年に1回の大事なイベントで、おそらく今その目はステージ上でパフォーマンスをしている彼女たちに釘付けのはずだ。そう、つまりこの時間帯は AKB の悪口および AKB への欲望をいくらさらけ出しても誰にも怒られないということだ。さあみんな、今までセーブしていた部分をぶちまけろ。まずは俺が叫ぶ。俺は眉毛のパンティーを履き、大島優子のパンティーを頭にかぶり、ともちんとゆきりんのブラジャーをチャンピオンベルトのように両肩から下げ、両手で葛西智美の手ぶらをしてやり、高見らに応援されながらアナルをマリコ様に刺激してもらった状態で陰毛を食べながら小じゃりにパイズリされたーい、されたい、されたい、されたい。これはわかるね。わかるねじゃねえんだよ。わかるねじゃないのよ。あげとこう。こっそりね。FM 岡山は破壊し諸君。有吉さん、具合は良さそうだけど、あのね、歯を入れたのよ。ついに。はい、はい、はい、はい。半年ぶりぐらい歯を入れたの、うん。ああ、しましたね、はい。慣れなくてね、滑舌が異様に悪くなって。あら、はい。うん、まあ、それも踏まえた上で、うん、はい。ハリヨシさん。いや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 。ひどくなってるから、すごい。春一番さん。具合は良さそうだけど、マグロっぽい女優1位でおなじみ、柴崎コウさんが、名探偵コナンのアフレコ会見でこんなことを言っていました。人に言えない秘密ですか？あるといえばあります。ハリヨシさん。
僕は女性経験が少ないので教えてほしいんですが、これって僕のことを好きだってことですよね。確かに有名女優が27歳で風俗にしか金を使わず貯金が8000円しかないブサイク男を好きだなんて言えないもんな。そりゃ秘密にしますわな。アリエさん、僕は明日から無職になります。なぜなら明日から東京へ行き、柴崎さんの所属事務所の前で待ち伏せをするためです。スターダストプロモーションの近くを通った際に、油ぎっしゅな黒髪でダウンを着込んでいる広島の笹岡選手に似た男がいたら、頑張れよとでも声をかけてください。応援しますよ。応援しますよ。ダメです、ダメです。応援しちゃダメです。ラジオ3ページ。有吉さん、俺の海老原ゆりさんが自身のおしゃれブログにこんな無邪気のこと書いていらっしゃいました。角森式美顔矯正に行ってきたよ。以前から気になっていた小顔矯正。じわじわ骨を、じわじわ骨を動かしていくんだって。しっかり通わなくては。全国の顔デカブスの皆さん、エビちゃんに代わって謝罪させていただきます。悪気はなかったとはいえ軽率な発言でした。超小顔の私でさえエステ通ってんだからさ、おめえらみたいなアドバルーンフェイスは毎日通えやという意味に受け取られても仕方がありません。これからは顔が大きくて心が狭いブスたちのことを第一に考え、慎重に言葉を選んでいきます。ブスは小顔になってもブスですが、本当に申し訳ありませんでした。アリエルラジオのペケミニ。アリエスさん、俺の瞳の住人こと竹井恵美ちゃん、いや女神様が、サイゾーウーマンによると、現在過密スケジュールの中で頑張っているにもかかわらず、ネットでゴリ押しなどと言われることに対し精神的に不安定になっているとのことです。何がゴリ押しだバカ野郎。ブスばっかのアイドルがグラビアを独占するよりよっぽどいいじゃねえか。どうせこんなことをネットに書き込むようなダニ野郎なんかよ、顔も根性もねじくれ曲がったドブスか、優しい雨の松崎みてえに二次元から抜け出せねえ千釣り野郎どもだろうが、てめえらみてえなのがいるからな、ブスが幅利かすこんな世の中になっちまうんだよ。その結果見ろ。毎年鈴鹿サーキットが募集するサーキットクイーンに、ここ数年ブスしか集まってねえんだぞ。今年のもすげえブスだったわ。それは日本のモータースポーツも衰退するっつうわけだな。 F1 が地上波から消えたのも、日本を代表するサーキットのレースクイーンがドブスなのも、小林カムイの彼女がコソドロなのもな、全部てめえらのせいだからな。お前ら全員一列に並んで鈴鹿サーキットのタイヤバイヤーになってろバカ野郎。以上です。ラジオネーム騙しやすけし。アリエさん、アメーバーブログを見て回っていたら、おすすめブログという欄で知らない人のブログを紹介されたので、ここでチクってやろうかと思って。皆さんこんにちは、お料理タレント菅本優子です。春から料理の学校に通いながらタレント活動をしていきます。今はまだまだ未熟者ですが、一人前の料理研究家になれるよう頑張ります。応援していただけたら嬉しいです。おい、お前よく見たら元 HKT48 のユーコスじゃねえか。何の理由も発表されず脱退して、さまざまな憶測を呼んでけじめをつけなかったら、アイドルらしからぬアイドルのユーコスだろ。俺のこと覚えてる？俺さ、ユーコスの画像でよくお世話になってたし、ユーコスの画像で目が合ってたんだけど覚えてないかな。料理研究家ってことはこれから先俺たちにさまざまなおかずを提供してくれるんだろ。期待しちゃうぞ。個人的にはユーコスの歯を磨いた後の口内に残った泡とかおかずになるんだけど、どうかな。今料理研究家ってジャンルは、園山蒔絵とかいう二股するだらしない男を食で調教しようとするモナリザ顔のばあさんしかいないから、チャンスは必ず巡ってくるよ。僕も NMB48 の山本沙耶香ちゃんを応援しながら、ユーコスのこと待ってるからね。まあでも脱いだ方が早いんじゃないかな。何を言ってるの。俺か。Stay nightLive on air. Sunday night dreamer.さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお届けしております、有吉弘行のサンデーナイトドリーマー。今夜のメールテーマはエイプリルフール前ということで、本音で語ろうよでございます、うん。
FM 群馬県境の山菜採り。有吉さんこんばんは。実は僕は海が見える学校に通い、女子にも話しかけてもらえるような男です。友達はいませんが、女には話しかけてもらえます。消しゴムを拾ってもらったこともあります。ごめんなさい。いや別に。いや別に。これで悔しがらないよ誰も。そうでもいいけどね。FM サイン小悪魔しゃくれ。有吉さん、私はこのラジオで好評なメールを量産する名の通ったゲスナーたちを軒並みフォローをしているのですが、ツイッターでね、去年のザ・漫才でアルコ&ピースが出てきた時にみんなツイッター上で応援していました。やめてくださいって。ちなみにその方たちの普段のツイートは、明日早番だよ、いや家族サービスしないとな、などと無職童貞でないことは明白です。これは大問題です。今すぐゲスナーの身体検査しましょう。もし無職でも童貞でもなかったら、そいつらの家に平子の陰謀を送りつける検査をするべきです。言うなよそんなこと。お前調べんじゃないよ、そんなのダメだよ、それやっちゃプロレス終わっちゃいますね。そうだよ。面白いな。普通だな。衝撃の密告だな。まあ、一応あげとこうか。パン。FM サインバリバリフレッシュ。僕は小さな子供たちを見ても興味がない風に装っていますが、そっちの本音もあるんだ。これもう読むのやめた。これもう読まない、これもう読まない。俺はこれは俺読まない。 そ, それぐらいの聞き察知能力はあるの。正解です、正解です、ね、おー、そりゃそうだよお前。これは麻痺してるようで麻痺してないっていうところ見せないとな、たまにはビシッとな。何が、僕は小さな子供たちを見ても興味のない風に装っていますがで、その後恐怖だわ本当に。バカだなよこいつ。